即現実型。とりあえずさ、駅飛び出す前に早めに電車乗ろう。その後松屋で腹ごしらえして満喫で時間潰そう。こそアンチ型。シンクのファンうるさすぎてマジでヤバかったんだけど、マナー悪すぎ。デビュー当時の彼らが一番好きだった。異性崩壊型。